ストレース小島は6日間にわたる男女混合戦第42回天領杯その初日、競争水面は中盤カードへと移ります。迎えるカード第5レースは予選競争です。1号艇には樋口ゆかり、2号艇には茅原裕樹、3号艇には藤原葵、4号艇福島智之、5号艇には小川に来た、6号艇林裕介、以上6選手が争います。6選手固まって2マーク付近ですが、目立ったコース争いはありません。1、2、3、4、5、6、定番通りの体型です。福岡リリースチャンピオンからの転戦組の一人です。シリーズの初戦、白のユニフォームとなりました1号艇樋口のインドリです。2コース人気の中心、2号艇の茅原、先月大村のオーシャンカップでは SGV2 を成し遂げました。3コース3号艇藤原葵、今月頭のルーキーシリーズでは唯一の実績、そしてダッシュの2名、4号艇福島、5号艇小川、両名はシンペラでの戦いです。サイアウト6号艇の林、もともと数字のあるモーターではありますが、前節初日の転覆以降ちょっと足落ちの雰囲気がある63号機、今回はどうか。6号艇の林です。スロー3艇ダッシュ3艇、第5レースは予選競争、インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。横線綺麗なスリット体系となりました。一周の一番が一線、そこで1号艇樋口、両艇茅原、サース3号艇の藤原、間を割ってくる。切り込んでくるは4号艇福島、5号艇小川、6号艇林、向こう止めに入りました。1号艇2号艇3号艇去って固まってインコース、2号艇の茅原、アドコースは1号艇樋口、すぐ後ろから3号艇の藤原と最初から4号艇福島です。一周にマークの世界スタートは正常、内から先手取るは2号艇茅原、接近4号艇の福島で1号艇樋口が握り込む。どうだ、後方から救ってくる3号艇藤原、ホームに移ろう。先頭打ち受け止めてリードは2停止、3停止は2号艇茅原で、2番手は1号艇樋口で、3番手打ち差して3号艇の藤原、4番差がなく4号艇福島、上段系2対1、3、レースは2周目と競りました。1マークのターンは先頭2号艇茅原ゆき、2番手1号艇樋口ゆかり、3番手は3号艇の藤原の外を行くのは4号艇の福島でバック側です。まだまだ3番手もつれそうな予感ではありますが、打ちリードは2停止は3号艇の藤原、追走4号艇福島、その後方水がいて6号艇林、最後方5号艇の小川、レースは2周目マークの旋回です。3番手丸は3号手の藤原、もう一度外を回して4号手福島、ホームに移る。3番手3号手4号手6号手去ってもつれそうな予感で、うち3号手藤原でアドコース完全に落ちた4号手の福島で、5番手が6号手配信、レースは残り1周、注目は3番手3号手4号手競ってる。この間にくるっと接近6号手の配信、向こう上面に折り返すも、3番手再びリードバットは3号手の藤原葵、上手系は2対1、3、2連単2、1、3.3倍、3連単2対1、3、6.6倍、ラストコーナーの世界と向かっていきます。2コースから1台後半、サッシーが届きました。先頭2号手の茅原、2番手が1号手の樋口、3番手は3号手藤原、取り切って上段系は2対1、3、先頭は2番の茅原、ゴール、2着1番の樋口、3着3番藤原、ゴール、4番福島、6番の林、ラストは5番の小川、ゴール。以上、福島第5レースでした。